はい、こんな感じでね。タカチャンネルの動画ショー。はい、今回紹介するのはこちら、デフォリアルゴジラ1971富士裾野激闘バージョンです。少年リック限定版です。こちらを紹介する前に、まずね、ゴジラ対ヘドラの時のゴジラですね。まずヘドラ、この言葉はヘドロから来てますよね。ヘドロっていうものは、ヘドが出るぜとかよく言うんですけど、ヘドとね、泥を掛け合わせたものがヘドロという言葉になってます。ヘドラなんですが、公害問題というのがね、最近は言われなくなりましたがね、1970年代いや、もっと昔かな。足尾銅山鉱毒事件というのがあったんですけど、田中正造という方がね、1901年に天皇に直訴した公害問題ですね。というわけで、公害というのはね、結構ね、昔から言われてまして、公害というものはね、工場などのね、製品、いや、もしくはね、煙突から出る煙とかね、そういったものでね、海や川が汚れたりとかしてね、空気も汚れたりしてね、喘息やね、水俣病とかもあったんですけど、それによって人々が被害を被ることを指します。一方で環境問題というものなんですね、地球全体の問題でして、これは、被害者、加害者が特定できないものでして、例えば、オゾン層の破壊、地球温暖化など、例えばエアコンをつけただけで、それで発生する二酸化炭素によって地球が温暖化になってしまうっていうのを、被害者、加害者が特定できない問題を環境問題と言います。分かっていただけましたでしょうか？早速、開けていきましょう。こちら、よく見ていただきましょう。ウィンドウディスプレイ越しにはね、よくちょっと見えにくいと思うんですが、ビニールでね、覆われてるんで見えにくいと思うんですが、はい、横、はい、後ろ、デフォリアルゴジラ1971、ゴジラ対ヘドラ。こちらはね、発送された月がね、結構前になりまして、確か6月ぐらいだと思うんですけど、こっから開けられちゃうんでね、もう封はしてない状態で、こんな感じでもういきなり開けられちゃいます。はい、はい、こんな感じで、いやー、いいねー、可愛いんですよね、このゴジラがね。怪獣ブームのね、真っ只中の1971年のゴジラですからね、それをデフォルメしたリアルなフィギュアですからね。あ、やっぱりここビニールついてましたね。さあ、パカッと、おっ、そう、来ました、中から出ました、生まれました、ゴジラ1971です。ヘドラに目をやられた時のゴジラですね、激闘シーンを再現してますね。しかも両手には卵を抱えてるというね、すごく不気味な感じもするし、でも可愛いというね、目は可愛い、ちょっと平泉成さんに似てるかなという感じなんですが、どうでしょうか。これはたまらんね。はい、こんな感じでね、これはたまらないね。このね、卵の汚れ具合とかね、すごくね、リアリティの傑作ですね。どうですか、このドアップ、すごいでしょう。角度的にこう見せるとね、目のね、やられ具合とかすごくね、リアルさが伝わると思うんですよね。つぶらな瞳の中にも何か背負ってるものを感じますよね。ゴジラ応援隊としてはたまらないです。ヘドゴジです、ヘドゴジ。こんな感じで全体像としてはこんな感じ。やっぱりゴジラっていうものはね、どの作品においてもね、何かね、こう特徴があるからいいですよね。はい、というわけで、こっちにあるのがこちら1954のゴジラですね。どちらも面白いですね。はい、というわけで、短い動画でしたけど、いかがでしたでしょうか。こんな感じでデフォリアルゴジラ1971開封しましたよ。はい、これを飾ってちょっとね、眺めていたいです。可愛いゴジラ、これは自慢できる一品ですね。手のひらサイズのがまたいいですね。はい、素晴らしい、イエーイ、やったぜ。というわけで、この動画が良かったという人はチャンネル登録、コメント、評価お待ちしております。というわけで、次回もまた見てくださいね。チャオ。こんにちは、チャカチャンネルです。こんにちは、
チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。